皆さんこんにちは、鈴由美です。キランシャキーン。4ヶ月ぶりぐらいかな、居酒屋しのやに飲みに行っていきたいと思います。で、今日は一人じゃなくってしのやのオープニングスタッフのお友達が帰ってきてるので、一緒にオープニングスタッフ同士で飲んでこようと思います。すでにゼロ次会を済ませてきてるので2人ともほろ酔いなんですけども、まあ、今日はちょっと緩い感じで居酒屋しのや動画お付き合いいただけたらと思います。それじゃあ行ってきます。 GO! ああ3杯目までやっぱ美味しい。そう、うん、いや違う、美味しい、うまい。作る人にも呼んじゃね。うん、綺麗に清掃しての一発目が月曜日の。あ、絶対そうだろ。あらばしです。うまいね。うまいね。いただきます。うん、うん、めっちゃうまっ。締めのお通しってさ、お通しだけでさビールいっぱい飲めるよね。最近昔から言ってきてよさ、うんうん、こうだんだん意識を起こしよう。レバーとつくね、うんうん、両方タレ。私じゃネギマ、うん、よし、お願いします。ゲッピルさんでした。いや、私出た。出たの、やば。飲み込んで言って。レバーの塩とタレ1本ずつ。あ、はい、あとつくねのタレ。つくねタレ、はい、あとネギマの塩、刺身盛り合わせ、はい、お願いします。店長の遊び心シリーズ、刺身の盛り合わせを頼んだらこちらが来ました。かわいい。すごい、ちゃんとね、レモンとわさびとネギも2つ。タラネギの塩唐揚げ、美味しかったんだよね。うん、うん、めっちゃうまい。ネギの緑の部分がもう食感がめちゃくちゃ美味しいの。付き合うぐらいはいいよ。一人で三個じゃねえか。ん？二人で三個。一人で三個じゃねえか。あ、二人で三個ね。うん、うん、いい。付き合うぐらいはね。うん、二階堂のウーロン割りです。いつものね。うん、でもなめていつ食べてもうまいよね。うん、マジで、うん。見たことないぞ。本当にいつ食べても美味しいね、これは。本当に最初からあるメニューって多分だし巻きと唐揚げと、ああそうだ ね、うん、スタンダードのやつだね。回数がおかしい。な、1ヶ月しかやってないって。いやいや、私が1回の時2回やってる。そう、数えられないくせに言ってない。いや、数えられんだけど。本当やめよう。わー、本当に最大のお手に。しかも当時は、うん、本当その時にちょうどあの別品にハマった時だった。ああそうだね。そう、日本酒にハマってた時期で、うんうん、レバーだー。それやってみ、絶対気持ち悪いから。そんなことないよ。
てください。素晴らしいレバー。うーん、うーん、入るときに保証人が必要で、うんうん、何年ぶり食べたの？宿根はマジでうまい。っていうのとさ、展開があるよね。うんうん、今日はね、こんな感じでちょっと特に食レポもすることなくゆるく飲まさせていただいております。いけちゃうゆとりだから。いや、ちげえんだよ。やろ。ゆとりとか言うじゃん。ゆとりの国に。いいな、可愛いって。年取っても可愛いってさ。質問されたらさ、じゃあババは右でって言われたら、私右でって。最高でしょ。久しぶり。どうも。うん、飲み屋。いつもありがとう。こちらも。飲んで。マイノリティがそう。やっぱ美味しいもの食べて酒飲んでる時は幸せだな、一番。どうでもいい話してるの。うん、最高。美味しいよね、もう何回も食べて。トマト角煮がうますぎてやめられない。今何歳？31歳になりました。14個も違うんだ、私とあなた。いやだ、そんな感じしないよね。でもやっぱ私が大人びてるからね、合わせられるよね。若い子と自分より下と関わる方が多いんじゃない？そうね、私は上の方が楽なんだけどね。ああ、そうなんだ。上はだって可愛がってるじゃん、うん、下はいじるじゃん。え、What time? What time is it now? 初登場だから。ああ、ちゃんと説明して。私の香りがすごい。説明してよ、ちゃんとダメにしたって。てか私、ジャンボなめこをスーパーで買うからよく、家で味噌汁も作るんだけど。味噌汁？いや、味噌汁です。味噌汁。いや、一緒にしないでください。味噌汁作るので。今味噌汁って言ったから、後で見直してよ。いや。でも、こんなにいい出汁の香りを家ではしないなと思って、やっぱさすがだなって思ってます。いい匂いする。ね、パターン。お一つどうぞ。ゆりです。ゆりです。ゆり純米人情。ゆりもりはたっぷり。はいはい。どっちもたっぷり。何て甘えてんじゃねえぞ、マジで。指綺麗だね。私一番最初に飲んだやつが美味しかった。さあ、何でしょう。ゼロマン。キラ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 ゼロマン。やっぱ一番最初だよね。あ、本当、今週はやばい。私一番最初の篠谷の動画撮ったのここの席なんだっけ。そう一番最初。これ多分いたこんだけ楽しく酔えるっていうのはやっぱこう気兼ねない仲間だから。もうちょっとこっち前に出していこうね。なんかしつこい、キモい、しつこい、分かんない。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でね。本当に笑わないで、真剣なんだよこっちは。仕事なんだから。3、2、1。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。鈴由美でした。バイバーイ。やっと言えた。ということで、どういうこと？お疲れ様でした。石焼きも、お芋。